劇サイト TV。 こんにちは、辰岡でございます。突然ですけれども、経営者の皆様、語り方改革進めていますでしょうか。と言いますのも、私今日地元の信用金庫さんが主催する働き方改革についてのセミナーに参加してきたので、うちはまあ個人事業主で一人でやってるので、あんまり関係ないな、その従業員もいないし、バイトも頼んだりしないし、雇用関係にある人いないんで、働き方改革って言われてもあんまりピンとこないなって思ってたんですけれども、意外といろんなことが関係してるなっていうことが分かったので動画を撮ってます。で、私は辰岡海斗、辰岡靴工房という名前の屋号で革靴屋を経営している個人事業主で、10年目ぐらいになるんですけども、まずですね、人口減少とかその高齢化とか、そういう社会的な背景はあるじゃないですか。労働者が、労働人口が減る中で、生産性を上げないと今までのこう社会の仕組みとか、このいろんなサービスを維持できないと、経済発展も維持できないので、非常にまあ日本全体がこう、貧しくなってしまうっていう現状に今なってて、でかつもうかなりこの日本経済、ここいよいよここで働き方をよりこう効率化して、働ける人はなるべくこう効率的に働こうぜっていうのをやらないと、マジで働く人がいなくなるよっていうところまで来てるんですよね。でそれで、主な原因としては、やっぱりその過去のこう経済発展の時の働き方をそのままこう引きずっているとか、あと労働環境を、その働き世代が増えたりとか、子供が減ったり、あと高齢者が増えたっていうのに、昔のまま雇用をしていると。例えばそのこう専業主婦の方でもパートタイムというか短時間だけちゃんと労働するとか、その介護しながらでもちゃんと働けるとか、障害がある方でも働けるとか、あとはいろんな働き方をもっと多様化させていくことが、の働き方改革っていうことをやらないといけないっていうことやったんですけれども、一つ僕がこれはちゃんと考えた方がいいなって思ったのは、もちろん法律的に例えば有給ちゃんと設定しなくちゃいけないっていうのとか、あとはフレックス制度みたいなのがあるのが、こう期間が変わったりとか、あとはこの残業についてはこの割増賃金をちゃんと払わないといけないとか、あとね、正社員も派遣社員もパートもバイトも合理的な待遇の差があるのであれば、ちゃんと説明しないといけないっていう義務ができたとか、そういうのも大変やなと思いながら聞いてたんですけど、一番大変やなと思ったのは、うちは一人で仕事してます。でもこの靴を作るにあたって、いろんな外注をしてます。外注をしたり仕入れをしたりするんですけども、例えばそこの、じゃあ昔からこの工程をお願いしている工場の職人さん、そのちっちゃい町工場の職人さんが例えばいたとして、そこは本当にもう昔からコツコツやってきてる職人さんたちの会社ですと。だけどこの働き方改革っていうのが、国からやってくださいっていうのが来て、で今まではなあなあでやってた残業とか、あとはなあなあでやってた、そのいろんな労務関係の決め事を国からのこう、法律が変わるんで絶対にそれに対応しなくちゃいけないってなった時に、例えばうちが今まで、この靴の仕様をこういう風に仕上げてくださいってお願いしてたのが、その労務環境を整理した時に、今まではじゃあ1ヶ月で仕上げときますってこう言ってもらったのが、ちゃんとその働く時間を管理しないといけないってなったので、1ヶ月半かかるようになりましたとか、極端な話になったりする可能性があったりとか、あとはいろんなところから仕入れを、材料を買ったりするところで、今まではもう本当になんとかこの無理を聞いてもらったりしてたけど、そういう無理がお願いできなくなったり、そういうことが起こってくるんだろうなってのをすごい思いました。例えば取引先の方も言ったら、その時間内にちゃんと終わらさないといけないで、かつ残業分がもし出た場合は、その残業分を決められた割増料金で払わないといけないとか、あとは休んでもらわないといけないけど、休んでもらった分はやっぱりその仕事ができないので、その分の仕事をちゃんと効率化できればいいんですけど、できなかった場合、単純にそれがその作業の遅れになったり、納期の遅れになったり、そういうことが起こり得るなっていうのを思ったんですよね。もし僕がの、個人事業主なんで、結構セルフブラック企業みたいなところはあるんですけれども、もしその個人事業主にもそういう国から、いやあなたは8時間以上働いたら、その後はちゃんと残業を
計算して、自分自身の、これね、給料の管理とかじゃないんですよ。健康管理もあるんですよ。健康管理で、例えば何時間以上働かせると、心筋梗塞のリスクが何パーセント増えるので、ちゃんとその8時間なり、何時間以上、こう、労働した場合は、ちゃんとインターバルをとって、その11時間とか12時間っていう後にもう一回次の日の仕事を始めないといけない。なんかそういうのも法律で決まったらしくって、なんか例えばそれこそ居酒屋で、なんか、20時間ぐらい働いて、ちょっと、まあ、仮眠して、また20時間ぐらい働いて、みたいなニュースを見たことあるんですけれども、そういうのはもうなくして、ちゃんとこう、健康で、かつ、こう、なんか、ちゃんと生産をしようというのが出てくるのが、もしそういうところまでこう発生した場合、自分だったらできるかな、みたいなのもね、やっぱ思うんですよね。もちろん、体が資本なんで、なかなか無理がだんだんこうできなくなっていくと思うんですね。年齢がこう上がるにつれて。だから、なんかどうしようかなっていう自分に対する働き方もそうだし、一緒にこう働いてるこうチームのメンバーに対しても、今まではなんとかお願いこれでやっといてって出してたものを、よりその向こうが受けやすい形にして、なんかこういう仕様書今まで出してたけど、でもこの仕様ってどういう意味ですかとか聞かれたりするんですね。で、それに対して、いや実はこれはこの部分に何ミリのこう補正をこう何箇所にしてほしいとかも具体的にこうやれば一発送っただけで理解してもらってできると。もし間違ってればまたこうやり取りをこう増やさなきゃいけないのをなくすぐらいこっちがちゃんと仕様書を出すとか、あとは金額とかいろんなその数字の部分についても、もう向こうが例えばもうこの金額じゃないとダメなんですと言われたら、じゃあその代わりまあそのちゃんとやってくださいねみたいな、こうねぎらないみたいなね、そういうのもやらないといけないなと思ってて、なんかそれはこう厳しい部分もあるけれども、お互いが潰れないためにそこは大事なんだろうなと思います。うちもそのそれだけのこの仕入れの費用とか外注の費用をかけてでも、そのいいサービス、いい商品を提供するっていうことをやっていかないといけないし、そうじゃないとうちも同じような仕事の仕方だけをしていってれば、それがどっかで通用しなくなったりとか、やっぱ社会が変わったり、いろんなその小売業の関係も変わってくる中で、やっぱりこう変化していかなくちゃいけないので、そういったどんな場合においても、この、まあ、今回は働き方改革っていう法律の改正ですけれども、やっぱりこう常にいろんなところにこう情報を取りに行って、こんな可能性がある、こんなリスクがあるっていうのを抑えながらやっていかないといけないなと改めて思った日でございました。はい、あとはですね、皆様の経営されている方はもう当然ご存知だと思いますけど、やっぱそういった労務環境の、時代の変化に合わせていろんな対応されてますと思いますので、うちはこういうことやってるよとか、こういうことはちょっともう課題なんだよねとかありましたら、まあ、いろんなみんなでね、経営者みんなで頑張って勉強して、お互いこう応援し合ってなんとか生き残っていければと思います。はい、何の話やって感じなんですけど、まあ、そういうことで、またこういうね、いろんな勉強してきて、ああそんなこと知らなかったなーっていうことがあったら、こうやって動画撮って、皆さんと共有できればなと思いますので、よければまたお付き合いいただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。達郎川でございました。もしよければですね、チャンネル登録とかいいねグッドボタンいただけましたら励みになりますので、よければ応援いただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。